2> 12月2月日午後4時40時分、トランプ大統領は2020年の大統領選挙に向けた緊急演説を行いました演説ではトランプ大統領はアメリカ国民に対してアメリカ大統領選で発生した大規模な不正行為を詳細・具体的に列挙しました 特にいくつかの揺れる州で発生した不正行為についてバイデン氏への数十万の不正投票とトランプ氏への大量の投票がカウントされずに消されたことに言及しましたまたドミニオンを使って大規模に票を盗み取ったと批判しましたトランプ大統領はこの深刻な選挙不正は前代未聞だと述べました2016年に当選して以来左派は絶えず 不法な手段で彼をホワイトハウスから追い出そうとしロシアゲートを含め今やっていることはその延長線に過ぎないと言います彼らは大量な郵便投票と不在者投票を利用して新型コロナウイルスを利用し冒険を実現しようとした実際には新型コロナウイルスは彼らが何年も前から企んでいた計画を達成するための口実に過ぎない サハが選挙の成果を盗む目的についてトランプ大統領は私が求めるのはアメリカ第一主義で彼らはアメリカ第一主義ではなく権力と金が欲しいのだと述べましたトランプ大統領は個人的な勝ち負けよりも公正であることを訴えました私は勝負を気にしているわけではない公平で真実で合法的な選挙結果を喜んで受け入れるのだバイデンも そのようにすべきだトランプ大統領はこれは私の勝負だけではなく人々の選挙に対する信頼を再建しなければならない私たちは選挙の誠実と信頼を再建している私が求めるのは合法的な人が合法的なプロセスを経て合法的な投票を行うことだと強調しました今回の選挙不正を正さなければアメリカを失うことになる これは極めて重要である。選挙の誠実と信頼を取り戻さなければならない。